カボス TV ゆうじです。今日の作業ですけど、今日もちょっとこれ撮る。今日も雨が降ってますね。午後からの作業になるんですけども、今回この杉山を開拓ということで、杉を引っこ抜いてカボス畑にしたんですけど、周りの方からね、あとユズとかどこに植えたんや、あっこはわかるけどユズとかどこ植えたんやって結構言われてて、ご紹介したいと思っております。ここもかなりですね、耕作放棄していた場所で、周りがもう全部山に囲われていて、田んぼを作っていたんですけど、日陰になるので良い米ができないということで耕作放棄していたところです。2年前ぐらいから草刈りしながらトラクターで起こしたりして、やっと今年ここに植えることができました。で、まあどんなところか一度見てみましょう。もうご覧の通りずっとこれ杉山が周りに囲われていて、まあ日当たりがすごく悪いということで、午前中は日が入るんですけど、もう午後から早い時間から日陰になってしまいます。ここはフェンスとか全然してないので、もうウサギで、葉っぱがもう全部ない状態です。この下も植えたんですけどね、畑はすごく狭い畑です。でここが一番おろそかになっていて、今ちょっと手つかずなんで、ここをやっていかないかんかなと思ってます。苗木もツンツルテンですね。全然葉っぱないです。ちょっと今日はねフェンスまではちょっとできないので、ちょっとやり残したことがあるので、この底を今日やっていこうかなと思ってます。ここが今の下の段ですね。すごく狭い場所です。ここはですね、一番最初に常用草刈り機の正夫くんで買った場所です。でこの下にも少しだけありますね。でさらに一つ間を置いて、その下ですね、下にもちょっとあるんで、そちらにも行ってみたいと思います。はい、ここがさらに下の段ですね。狭い板が 1,2 3枚あります。これがユズの苗木になりますね。ちょっと上の方は葉っぱ食われてないですね。剪定の方はここまだやってないので、枝の整えとユズ特有のトゲをちょっと落としていこうと思います。それでは今日はですね、前回同様に苗木が今これほど背丈がありますので、切り戻していきたいと思います。こんな感じで切り戻していきます。葉っぱがこういう風ですけど、やはりちょっとカボスとは違いますね。色もちょっと薄くて、葉っぱがシュッと細長いような感じです。カボスはもっと色が濃くて、葉っぱが丸みを得たような、若干違いますね。トゲですよね、このトゲ。ユズはね、このトゲがすごい。カボスどころじゃない。でも収穫の時も、まあ私も、家のユズやったことがあるんですけど、ほんとね、もう腕とかが傷だらけになります。なんでユズ農家の方は、これぐらいのこう腕カバー、そういうのをやって収穫しているようです。実際私は見たことないんですけど、そういう風に聞きました。今回こういう風にここまで落として、今のうちにトゲは落としておこうと思います。これ一度落とすとそこからはトゲが生えませんけど、そのトゲの近くの葉っぱから出た枝はまたトゲを持つということなんですけど、見える範囲で今のうちにトゲを落としていこうと思います。はい、ちょっと近くにしました。これだけトゲがあります。ちょっと近く寄せてみようか。こういうトゲがあります。これね、でこれをちょっと今のうちに落としていこうと思います。これ落としていきます。こういう風にトゲを落としていきます。じゃあ次やってみよう。それで先日柑橘の先生が言ってたんですけど、トゲはね、これ見ると葉
葉っぱのところ、これがずっと枝になっていくんですけど、このところに、トゲがあります。でこれはもう枝の枝ですか、葉っぱか、これの一種で、まあ、ここからまたこう葉っぱがこう伸びて枝ができるんですけど、このトゲを取っても ここから出た枝はまたトゲを持つということなんですけど、このトゲが再発することはないということなんで、今のうちに落とせるところは落として、でまた枝が出ればそこのトゲは取っていく。そうすることによって、まあ、収穫の時に少しでも怪我しないというか、収穫がしやすいという、そういうことですね。じゃあこれも整えていきます。あ、これもウサギ被害やな、全滅やな、フェンスせないかんな。これね、枝を切ってても柚子の香りがします。もう柚子の香りする、いい匂いするわ。はい、じゃあこれやっていきましょう。はい、じゃあ上の段行きましょう。柚子のトゲすごいですね。これ先生言ってたように、これがほうきで柚子の苗木をついで、ここのちょうど切れ目、ここが春芽まで、ここからちょっと色変わってるところがずっと、ここまでが夏芽、ここからこのずっと秋芽ということで、秋芽は必要ないので夏芽まで切り戻しましょうという先生のお指導でしたので、まあ、この辺でカットすればいいんじゃないですかね。ここね、トゲを、この苗木はウサギに食べられてないですね。まあでも時間の問題でしょうけど、全体的に見ればこういうふうなイメージです。はい、じゃあ次また上の段行きましょう。はい、まあざっとこんな感じで終わりました。まあここは約30本ぐらいですね、植わってます。でさっき一番最初見たところに20本、トータル50本。まあちょっと上の方もやっていきましょう。わあ、ここもと整備せないかんな。この場所になんでまた植えたんやっていう話やな。のこんだけ日当たりが悪いのに。それはですね、もう今年にこの周辺の、杉は伐採になります。ここの杉はなくなるということで、まあ、日当たりも良好になりますので、そのことを見越してここに植えました。次行ってみよう。ウサギすごいね、柚子のトゲまで食ってるよ。あんな可愛い顔してんのにね、凶暴やん。柚子のトゲ食うんやで、すげえな、凶暴やわ。ウサギもう雨、なんかちょっとしか作業してないのに葉っぱの中ブレブレないんだよ。ウサギすごいわ、もう皮むいてるわ。これここね、
もう皮むいてる皮かじって、もう鹿みたいやな。もうこれ多分枯れるよ。こっちもこれもひどいよ。これもうガジガジ、まあひどいな。もうこんなことせんといてほしいわ。ちょっと早くフェンスしないといけないな。はい、今日はちょっとの間でしたけど、柚子を植えてちょっと整備ができてなかったんで、まあ、様子を見に来て、今後の作業の計画を立てようと思って、まあ、まずウサギよけのフェンスね、あれをせないかんかな。草もねだいぶ切ってないので、そこも切っていこうと思ってます。はい、ということで今日の動画は、まあ、柚子を浸食したところの剪定と、あと今後の、作業をどういうふうにやっていくか、それを決めるために、耕作放棄基地のこの場所に、ちょっと雨降ったんですけど来ました。あとね、雨降るともうカッパな、カッパもうなんかちょっとしか作業しちゃらんのにもうベタベタやん。もうほんでな、あのトイレする時もベローンと下ろさないかやろ。もうちょっとなんかいいカッパねんかな。まあ、今から梅雨に入るんで、雨の日でも作業しないといけないんで、カッパもちょっといいの見ようかな。ということで今日の作業は、この動画が良かったと思う方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。雨の中の作業はこれで終了します。それでは。